ミルクサッカーアカデミーでございます。井上バーでございますよ。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。お願いします。今日もさあ、こっちなんですよ。今日はどん台所事情室です。カターレ富山編でございます。やってまいりました。よろしくお願いします。ション分布でございます。はい、冬からに向けてね、冬に向けてどんなチームになっていくんだというね、そういうのも含め、はい、北から、南下しております。全チームカテゴリーを問え問わずやっておりますやっております、ね、さあ富山まで来たんですね、はい、そうなんです、はい、そして今年の富山ってのは実は、はい、実は史上最強なんじゃないかってのがちょっと今のところデータとして出てきておりまして、史上最強、はいはい、あの実はあの2年前、うん、我々ミルアカでもこうお伝えしたのが、はい、あの J3 史上最高にというかあの、うん、シュート数がリバプールとかマンチェスターシティぐらいシュート打ってるんだぞみたいな話させていただいたんですけど、激ヤバチームだというねデータが出てましたよ、ね、あの時は。そうなんですよ、はい、でシュート数自体はその時よりかはちょっと下回ってはいるんですけど、はいはいはい、など得点率が変わったあのそれよりも上回っておりまして、はい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 、あれ得点もうまくいきつつ、うん、このままのペースでいくとあの勝率が歴史上最高値で終わるんじゃないかっていう富山。あ、そうなんですね。富山の歴史上そうなんです。勝率、はい、勝率もっていうところにプラスしてさらに富山が今新しい試みを経営以外のところでもやってるのでそこら辺もお伝えしていくような今回の動画になるかなと思いますのでぜひよろしくお願いします。はい、それでは早速見ていきましょう。こちらです。こちらでございます。ドーン、こんな感じでございます。まずはねいつもの通り表の見方からいきたいなと思います。はい、うん、上の部分には過去3年間のね、成績表なんかも載っていたりするんですけれども、はい、で今日の本編は真ん中ら辺になっていて、うん、ピンクのところがゴールキーパーで青がセンターバックであと右側にずっと行くと、まあ、ミツルがサイドバックとかウィングバックとか、うん、でオレンジが守備的ミッドフィルダーになり黄色がオフェンシブのミッドフィルダー、うん、で黄緑がウィンガーとかサイドアタッカーになって緑がセンターフォワード系となっています。はい、そして縦軸が年齢生まれ年、うん、そしてねオリンピック区分ということになっております、うん、ということですね。おい、上が直近3年の成績、そして下がイン予想アウト予想ですね。そういうことでございます、はいはい、でさらになんかちょっとアメリカのお菓子みたいなんだけどちょっとねなんかベターとしたピンク色があると思うんですけど体に悪そうだ ね、はいはい、あのこちら何かというと、うん、甘い、あの大体ここら辺の世代ポジションの選手を欲しがってるんじゃないですか、はい、っていう。なるほどね、あ、うん、そういうことですね。それ先生がそう思ったところに引いてあるということですね、はいはい、でございます、うん、で、それこそ強いチームの条件って、まあ、いくつかこの台所表から見えるものはって出てくるんですけど、まずそのうち一つにあるのが、はい、同じ年齢幅のところのところでこの横軸がヒューっていっぱいいるよってことなんですが、それ考えるとあの、うん、ど真ん中椎名信之選手付近のところで、うん、なんか横並びでピーってますね。1990年世代あたりのところにいると、ね、はいはいはい、で次が96、7年ぐらいのところにもまた斉藤選手のゴールキーパーが始まって右にギューっていると。で今回のねこのアメリカのお菓子みたいなところを考えると、はいはい、俺なんか下の方にも新しくなんかピーってピンク色ができるかもしれないなっていうところがあって、富山がですねちょっと新しいことに取り込もうとしてるんじゃないかってことを今日は話していきたいなと。新しいこと、はい、はい、まあ、それちょっと途中で出てくるのでまあすぐ出てくるんですけど、うん、まあポジション別に見ていければなと思っております。はい、まずは一番左のゴールキーパーからいきましょう、うん、はいはい、まあ、一番上大ベテラン西部さんから始まって、うん、で斉藤選手田中選手といるんですけれども、ちょっとびっくりしたのが、うん、まずついこれね収録のちょっと前ぐらいに出たばっかりなんですけど、はい、履正社高校から、はい、一番下、はい、平尾選手、はい、加入決定と。あ、決まったばっかり。キーパー決まったばっかりなんですよ。高校生からね、はい、もうなんか当然のごとくレベルになっちゃってるんですけど、はい、あの188ぐらい。わ、でかっ。でかっ。いやもう今はねそのぐらいの選手がもう本当に目白押しで。そうなんですよ。くれる嬉しいですねこれはね。ただこれ結構珍しいのが、はい、あの高卒ルーキーの選手が、うん、あのレンタル移籍とかのユースから出身とかじゃないのに、はいはいはい、あの高校から直で J3 チーム行くっていうのはちょっと珍しいんですよ、はいはいはい、意外と。あ、そうなんですね。しかもあのそれが2月とかに決まるならまだ分かるんですが、10月に決まったってことは卒業の半年前だ。それだけもう富山としては来年もう実は上がるぞっていう意味も多分あるんだと思うし、そういうことね。そうなんです。あとよく考えたら富山の皆さん、これがいわゆる今年というか来年に向けての新プロジェクトだと僕は思ってるんですけど、しめしめの笑いをしてますけど、最近ここ7、8年とか実は富山ってはちゃめちゃに人育ててるんですよね。おう、ほうほうほう。例えば今鳥栖にいる白崎選手なんかもかつていましたけど、
わかりやすく言えば、中島翔也。まあ、これ毎年言ってますけどね。そうですね。うん、そうだそうだ。はい。でも、だけじゃなくて、もう今年はこの名前言った方がいいでしょう。中島翔也という名前よりも。はい。宮城天。ああ、川崎にね、戻りましたけど。育てたのはここだよね、と。確かにそうです。いうのは、ちょっと僕はあるんじゃないのかなと、うん、ね、うん、思っておりまして。ってことね、そうそうそう。うんうんうん、で、特にね、今、富山率いてる石崎監督なんかな、はい、フィジカルトレーニングがとても得意だっていうところがあって、はい、いやそのフィジトレのところで、こう、ぐっと伸びた選手っていうのが、やっぱ、例えばカテゴリーとかチーム変わったとしても、やっぱその後でも、こう、活躍し続けることが多いっていうのもあるんで、たもしかしたらそういうところでフィッティングしたんじゃないかっていうのも僕はあると思うんですよね、平尾選手。そうじゃないけどね。はい。うん、と、思っております。なるほど。はい。で、続いて今度はセンターバックでございます。はい。レンタルで鹿山選手、浜選手がそれぞれ長崎、札幌から来てるんですが、実は2人まだちょっと出番が今シーズンない状態で、うんうんうん、まあ、っていうのも2人がどうこうの前に、うん、トネ選手や今選手が好調すぎる。はいはい、まあそうですね。うん、もうほぼほぼ全試合2人で埋めてる林道選手とともに。そうですね。で、跳ね返し抜群って状態ですから、うん、そうですね、まあ彼らもこう、ね、移籍アウトとかではなく、このまま J2 みんなで昇格って形になるんじゃないのかなってのが可能性高そうな気がしております。今選手もね、バンバン出てますけど。そうなんですね。うんうん、で、同じく先にちょっと水色のところまで見ていこうと思いますが、はい、まあ、八木下選手とか、あと安藤選手あたりもずっと出ずっぱかなってところもあるので、はいはい、まあ、来年に向けてで考えたら、もう昇格前提でもうこのチームは考えてると思うので、うん、そう考えると来年 J2 に上がった時の、まあ、補強候補が誰になってくるのかなってところが一番なのかなと思いますと。はい。僕ちょっとこのディフェンダー、この青と水色のところでちょっと今回ね、4名、うん、ここら辺じゃないかなっていう選手を持ってまいりまして。うわ、下に書いてくれてますけど、すでに。はい。先にちょっと、説明しやすいんで、水色からいかせてください。はい、お願いしますよ。長野から水谷選手、そして広島から清水康平選手2人の名前を入れております。うんうん、理由がありまして、うん、やっぱね、はい、今の社長といえば左友さん。ありがとうございます。はい。そうですね、はい、清水つながりってこと？そういうことでございます。2人とも清水、左友社長在籍時の清水経験者。なるほどね。というところから、ヒャってのはあるかもしれない。名探偵。いやいや、さすが。そしてもう一つが、センターバック青い方なんですけど、ディスリー藤枝の秋山選手。うん。まあ去年もね、まあ正直吉平選手とか、まあ3人ほど監督と共に来ましたけど、はいはいはい、はい。で、秋山選手、去年の石崎時代にはほぼフル出場って感じだったんですよ。今年、半減ぐらいになっちゃってるところもあり、はいはいはい、だったら打ち込むよみたいなことも、あり得るんじゃないのかなというところです。で、さらにはもう一人、浦和の工藤光太選手、今もう高校3年生でもプロのね、契約をしたって選手ではあるんですが、うんうん、彼もまたやっぱりライバルが浦和レッズでね、今年ヨーロッパから来たショルツ選手とか、はい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 、牧野選手とかと。そうか、確かにね。うん。うん、ライバルになる。なりすぎちゃってるから今。そうなんですよ。はい、そんなところで、まあ、浦和からっていうのもね、結構富山多いですから、うん、そういうところでどうかなというところで持ってまいりましたと。ね。傾向的に、まあ、ライン的にあり得るんじゃないかじゃないかっていうところですね。はい。はい、で、続いて今度、オレンジと黄色のところ一気に行きましょう。はい。ね、はい、そうです、はい、うん。このチームは、いわゆる 3-3-2-2 ってセンターバック3人で、はい、中盤がアンカーとインサイドハーフ2枚っていうチームなんですよね。だから、アンカー限定で考えると、中盤多いなっていうのが、ちょっとこの今のところの現状では実はあるんですよと。はい、はい、はい、そうか。はい。で、もう特にもアンカーといったらもう姫野みたいな感じになってますし。うん、そうですね、まあ姫野さんですね。で、インサイドハーフのほぼ2枚も、シーナ、ハナイみたいなところがまあ多いっていう状態になってますので、そうなんですよ。なんでここをもう脇固める存在としても大学生松本選手の内定も決まってますし、はい、アンカーのサブには鈴木選手がまあ座ってるかなってところがあるので、うんうん、そんなにここはもう固まってるのかなっていうのが一つのポイントかなと思いますと。うん、なるほどね。ただ逆にこうね、現体制だと結構レギュラー固めやすいっていうチームでもあるので、なかなか薄井選手や黒木選手、戸高選手や大崎選手あたりは今年はなかなか出番がそこまでないなっていうのが現状。もしかしたら出場機会もらいにというか、なんか得ようとするたびに、うん、チーム出るってことはあるかもしれませんが、貴重な戦力であることは、まあ、間違いはないよと。はい、はい、はい、はい。で、うん、最後はもう黄緑、緑のところなんですが、はい、まあ、本当に、一人言い忘れましたけど、後でまだ言いますが、はい、黄緑、緑のところ行くと、うん、下の陰予想を見てもらえれば、まあ、またね、清水って名前があるので。ああ、そうですね、滝さん。はい。まあ、滝さん前もね、富山今来ましたけど、はいはい、やっぱりフィジカル積みにというか、うん、やっぱ清水もまたこの夏ですか、
はい、まあ、ポジションちょっと違うけど、うん、鳥栖からの松岡大樹選手がやってきたり、はい、で、あと他にもなんか外国籍選手で、ね、ホナウド選手やコロリ選手という名前がやってきたりで、うん、ちょっとなかなかね、うん、ライバルが前線多い状態ですから、はい、来年 J2 に上がるこの富山で、今度は J2 経験という意味でもいいのかなというところで、どうかなというところでございます。そして最後もう一人としてあるのが、清水の加藤匠選手。はい、こちらも同じく清水から来ることになるんですけど、今、早稲田の4年生なんですよ。で、もともと山梨学院時代も、もうなんて言うんでしょうね、いわゆる体型的に言うとすごいジャイアンそっくりって感じの選手なんですよ。大きいんですか？でかい。なんだけど実はちょっとやっぱりハートは超優しくて、で、怪我にちょっと弱いっていうところはあるんですよ。可愛らしいですね。だからこそ、うんうん、そんな加藤選手はやっぱフィジトレするならここじゃないかっていうところで。なるほど。うん、いいんじゃないかなと。まあ、フォワードもね、かなり皆さんこう激戦区だってところはありますが、もしかするとインサイドハーフにね、こう1年も落ちてきたりだとか、ウィングバックの方に行かれる方もいるかなってところも含めてるっていうので言わせていただきました。はい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 、あと最後、ラスト、黄色のところで一人言い忘れたんですが、うん、この人もいいんじゃないかっていうので言うと、段崎陸選手。ああ、実は富山、ね、札幌からも結構受け入れ多いんですよね。はいはいはい。で、今年も浜選手ってのはいますけど、うん、で、今年この段崎選手はね、オーストラリア行って、今年千葉に後半からレンタル行ってますが、うん、なかなかまだ詰めてないっていうのがあるので、うん、で、ウィングバックでもシャドウでもトップでもいける選手ですから、ね、結構ぴったり合うんじゃないかなってので。戦い方にね、あ、ちょっとやっぱ見たいですよね。うん、そうなんですよね。はい、あと、なんせこの水谷、段崎、加藤あたりがちょっとこう、なんか連携良さそうな気がするんですよ。僕の勝手な解釈なんですけど、これは。ほう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 。で、そこに花井選手や椎名選手がこうボール供給してる姿がちょっと浮かんでくる感じがあるので。がね、経験の球をね、フレッシュアスに。うん、なるほど。そうなんですよ。はあはあ、得点力に今磨きかかってるチームでも、プレス効率に関してはね、もう J3 の中ではトップクラスになってきてますから、うん、それをさらに一つ上のカテゴリー J2 でどれぐらい表現していくかっていうのが、うん、来期の富山になってくるのかなと思います。まあ、とにかくにもこの終盤戦ね、来期カテゴリーがどこになるかっていうのを、ね、そうなのよ、鍵を握ってると思います。そうなのよ、わかりました。はい、ということで10月19日現在収録の富山先生にお送りしてもらいました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでミルクサッカーアカデミー、ミルアカではですね、いろんなシリーズやってます。この台所シリーズもですね、全部やってます。全チーム J1 か J3 やってます。ぜひね、皆さん覗いてみていただきたいと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。バイバイ。